パッと乗った瞬間にこれがガソリンかディーゼルかなんてもはや分かんないですね。まあ、交差点でこうやって止まってアイドル振動、そうかアイドルストップしちゃうんだな。でも今ねエンジンかかったんだけど、アイドル振動も室内だと分かんないね。多分外でかすかにカチカチカチっていう、あでもガソリンエンジンもな直噴だからカチカチがあるからな。もはや音振動に関してはもうガソリンとディーゼルの違いはドライバーあんまり感じないですね、ぐらい、アウディのディーゼルエンジンは進化してます。まあこれは2リッター TDI なので、まあ、トルク400ニュートンぐらいあるんですね。だから、まあ、ここはあの2リッターの、ガソリンターボエンジンよりもトルキーであることは間違いないですね。まあ、同じ排気量でもディーゼルエンジンの方が、まあ、圧縮比が高いということで、トルクは大きいわけですけど、長距離ドライブするんだったら絶対ディーゼルだね。で実際日本では軽油の方が燃料が安いので、燃費が良くて燃料代が安ければ絶対的に長距離ドライブする人にはあの経済的には有利なんですけど、まあ、経済性というよりも、まあ、この車やっぱ800万ぐらいしますから、まあ、航続距離が長いからあのちょこちょこスタンド行かないで済むっていうのが便利だと思いますね。サイズ的にはまあ A6 ベースのフォードはクープになってますね。走りは A4 ほどなんかこう、シャープにねアジャイルに走るという車ではないですね。もうちょっとあの1個上のラグジュアリーな車の動きをしてます。でこの車も、ディーゼルエンジンなんですが 12V のマイルドハイブリッドと言ってますから、日本では、マイルドハイブリッドというふうに言えると、まあ、電動化の仲間入りできるんですね。そうすると多分その規制上かな、少しご利益があるかもわからないです、まあ、インテリアも非常にプレーンで、しかもこうデジタライゼーションしてますね、まあ、もっと言えばアウディは最近フォーミュラ E をやめてルマンにカムバックすると言ってますね。で2024、5年は F1 とルマンはその再生可能な、まあ、液体燃料を使ってレースをやるとハイブリッドでということをもう F1 も、ルマンも声明を出してますので、ガソリンエンジン化石燃料由来のエンジンの時代は終わるかもしれませんが、カーボンニュートラルな燃料を使ったエンジンはまだまだというかこれからもずっと、サステナブルなパワートレインになるというふうに思います。燃料側を変えるって話ですね。だから再生可能なエネルギーイコール電気自動車とか電動化イコールバッテリー EV とかですね、そんな単純な話じゃなくて、やっぱりハイブリッドプラグイン、あのこういった内燃エンジンの技術はずっとやっぱりこれからも生き残っていくと思います。ということで全然ディーゼル終わってないんですね。だからこのディーゼル技術をしっかりと開発している、まあ、アウディは電動化、まあ、イートロンを開発する一方で、そういったあのシナリオも持ってますね。まず今右ハンドルなんですが、左手の、スイッチがレバーがハンドルの後ろ側に左手側に2本ありますが、下側の小さいレバーの方ですね。でこれをこっち方向にポチッと押すセットっていうのがありますから、これはあの左手の中指ぐらいで押すことができるので、まあ、あらかじめ確認しておいた方がいいですね、はい、今規制速度が速度規制が70キロなので、69キロで今実測走ってますから、ここでセットします。はい、セットされました。今69キロでセットしてます。あ、すいません、71キロでセットしてます、まあ、ここはばらつきがあるので71でも時速は70キロ以下、法定速度ないということになってますね。でこれはアダプティブクルーズコントロールですから、前の、まあ、今前に車いないんですけども、もし前に車がいたら、まあ、前の車をロックオンしながらミリ波レーダーで前の車を見ながら、まあ、追従するんですが、
設定速度が70キロの場合は、まあ、前の車がいなくなっても70以上は出ないですね。前後の間隔も調整できるので今60キロ設定ですね。今70キロ設定しました。しかし前の車がいるので実際の速度は今60キロです。70キロ設定ですが60キロですね。で車間距離も調整できます。今一番設定速度70キロで実際速度60キロで今一番車間距離を短くしたところが、まあ、こんな形になってますね。まあ、この機能は高速道路を長距離ドライブすると意外といいですね。まあ、特にたまにこう鈴川サーキットとかね、長距離でドライブ400キロぐらい走るときはもうこの ADAS があるとないとでは、まあ、着いた時の疲労感が全然違います。でこれが今前後 あのミリ波レーダーを使って加速減速の、まあ、調整をしているわけですけども、実はステアリングもですね、白線を見ながら、アシストしてるんですね。電動パワーステの反力が非常に、まあ、弱いというかナチュラルなので、まあ、システムが運転してるか自分が運転してるか分かんないんですけども、実は手をちょっとこう添えるだけにすると、まあ、ハンドルが自動的に、カメラでこの白線を見て、まあ、動いてるのが分かります。今私は切ってないんですけども、実際この白線に沿って、トレースしてますね。であんまりこうステアリングを触ってるだけだとハンドルから手を離したんじゃないかってシステムが持ってアラームが出ますので、そういう時はちょっとハンドルをしっかり握ってこのステアリングの、まあ、コラムのシャフトのところにこの回転のちょっとトルクを手で与えてあげると、まあ、システムは人間が分かってんだな、ハンドル握ってんだなっていうのが分かるわけですね。でこういう高度なシステムになればなるほど機械任せではなくて、まあ、機械の機能の限界のところ何ができて何ができないかということをしっかり理解することが大事で、あとそのシステムと対話することも大事ですね。で特にこのステアリングを通じて対話できますね。でこの辺は各社考え方がいろいろあって、ものすごく強く電動パワーステの反力をつけるメーカーと、アウディのように自然にこうナチュラルにしているメーカーといろんな考え方がここはあると思います。ですからこのアウディ の自動で電動パワーステアリングを動かしているかどうかが分かんないようなナチュラルさは、これはアウディの考え方ですね。